はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつざわりょうじでございます。久保田様、富田様、ポノリン様、ひかるひかる様、ご支援ありがとうございました。ありがとう頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度も何度もご支援くださって誠に恐縮であります。ありがとうございます。日本改革党メール党員募集開始いたしました。くつざわりょうじのデトックスジャパンという有料メルマガのご購読でですね、日本改革党ご支援ください、よろしくお願いいたします。まあ、参院選出ますんで、無職になっちゃうからな私な議員というのを、なくなってですね、ご登録は動画説明欄もっと見るをクリックしていただくとリンクが現れます。またはですね、マグマグ靴沢で検索してみてください。トップに出てくると思います。マグマグ靴沢で、検索してみてください。最新情報提供がありました。まあ、画像を送ってもらったんですけど、真ん中に黒人いますね。明らかに外国人の動員がかかっております。上智大学のなんだろう、パワハラなんつうね、汚染されてんな上智大学な。あとこちらはですね、フリーターキャバクラユニオンとかいう団体もあるらしくて、何を目指してんのかさっぱり意味不明。一体何の活動してんだ、フリーターキャバクラユニオン。キャバクラにお勤めの方の労働組合なのかな。キャバクラにお勤めの方とか現金で給料もらって、税金の申告なんかもしてねえ方も多いのに、何なんだろうな一体な。あとこちらのジジイですね、武健一さんをなんたらかんたらですんで、まあ、関西生コンの、審判みたいなんですけど、第二のロシア革命とか書いちゃってますけど、一体何なんだ第二のロシア革命って、何言ってんだこのジジイ。ひょっとしたらババアかもしれませんよくわかんねえ、写真からだとジジイだかババアだかわかんないですけど、何言ってんねん第二のロシア革命よって、全体に目立つ高齢者の姿、メーデイン日比谷公園、年に一度の生存確認の行事と化してるのかなーって思ったりしてね。茂木敏充幹事長、自民党、野党には国民の生命や財産、主権や領土、領海領空を守る考えはないのかなどと今更なことを言ってしまっておりました。ネットの反応です。茂木にしては正論あると思った？ないんだなこれが。これ国民の命守るつもりなんか全然ないんだな俺が。むしろ日本を守らせたくない側、野党足を引っ張るのが仕事、立憲共産党の使命は日本の弱体化昭和から全く成長していない、何でも反対の野党、むしろ野党は中国様に日本を差し出したくてしょうがないだろう、野党が話し合いでなんとかなると思ってるならまず日本人を説得してみせろと。支持率大変なことになってますからね、立憲も共産もね。試験ですけど、まあ茂木にしては正論だが今更なんだよな。あいつら日本を守るつもりなんか全然ね、むしろ守らない。中国や韓国から金もらってる野党に軍事力増強なんてありえねえ、むしろ軍事力削減してですね、侵略しやすい国、にしたい、防衛妨害する行為しかしていない、論外野党、特殊野党の目的はズバリ外国政府のために日本を侵略しやすい国にすること、あるいは侵略しやすい国のままで、いさせること、そのためにですね、理屈の通らない支離滅裂なことをバンバン言いまくってね、こいつバカだなって思われることも平気平気ですね。防御は最大の攻撃なんて言っちゃったバカもいるし、自衛隊はいけんだけど自衛隊に守ってもらうとか言っちゃったバカもいるし、本気で思ってる節もあるから、まあ、救われないですね。脳みそが不科学的に腐ってるか煮えてるかどっちかかな。
立憲や共産はですね、支持者の脳みそも腐ってて、まあ言わされてる、感もあるんですけれども、腐った肉は何をどうしたって元の生肉には戻んないですよね。あとしゃぶしゃぶとかで煮た肉も何をどうしたって元の生肉には戻んないですよね。1991年にソ連が崩壊しましたけれども、冷戦が終わって世界はこれで平和になるっていう考えを変えられなかった左翼どもは、その頃中国はですね、まだ貧弱で今のように凶悪になるとは考えられて、いなかったんですね。いまだにそう思ってんだから頭が決定的に悪いっちゅうか、左翼ども腐ってるっちゅうかね。脳みそ腐ってる老害左翼代表関口博士78歳、軍事力増強より外交力とかなんとか、これも電波番組として評判のサンデーモーニングで言い放っておりました。つうか関口出てんのサンデーモーニングしかねえもんね。ネットの反応です。平和ボケクソジジイロシアに言えよバカ、外交力を具体的に語れ。外交力とやらに必要なのが軍事力。話が通じない相手だから停戦できねえんだろ。今それやってるけど止められてないじゃん。まあ国連も何もかも外交力何も願ったってことなんだな。マクロンの役の立たなさを見てわかんないの？マクロンはプーチンと5時間電話で喋ってるとか、なんか認知症の高齢者の介護を見てたなーって言われてましたけども、外交力が強いって何？口が達者のこと？軍事力があるから外交の場に出てこれるわけで、軍事力が上がれば外交力が上がるし、軍事力が下がれば外交力が下がると、試験ですけども、左翼老人は回復不能、予後不良と、C 和夫もですね、九条を生かした外交とか意味不明なことを言ってましたけど、軍事力強化せずに外交力を強化するなんて至難の技ですからね。ほとんど不可能ですからね。困難、地政学の定説でこういうのあります。強国の外交ベタ、これ意味はですね、強国は最後は力技で他国をねじ伏せることができるんで、外交技術が洗練しない、強国で外交が上手な国ないっていう意味ですね。逆に弱国がいくら外交を磨いてもですね、最後は力でねじ伏せられるってことでしょうね。ですよね。なんぼ外交力だけ磨いたってダメだわ、ねじ伏せられるわ、こういうことですよね。包艦外交って言葉もあるしね。これ軍艦、接近させて大砲で脅しながら話し合うっていう意味ですね。まあこういうとこから左翼の無知がバレますね。軍事力より外交力、意味ねえんだっつうの。軍事力が弱ければねじ伏せられちゃうんだからさ、そういうのも、そんなのも知らないの？そんなことも78歳まで生きてわかんないの？テレビで喋る前に、テレビで喋るっていう責任があるんだったら、ちょっとはね、地政学とか勉強して喋ったら？元がバカなんだからさ。軍事力より外交力キリなんつってうまいこと言ったつもりだろうが、具体的に何やればいいんだよ。関口博士本人も分かってないっしょ。全然一言も言わねえんだもん。左翼は恥知らずでですね、自分がバカって思われても平気だから、まあある意味強いっすね。これで関口博士は自分がバカって思われるとは夢にも思ってないでしょうけれども、まあまあ私らからしたらバカ丸らしいですよね。関口博士、ロシア政府敵対国のロシア国内資産を没収し侵略の足しにしますという意向を表明いたしました。ネットの反応です。思う存分やればいい、いいぞどんどんやれ。丸亀製麺も完全に盗まれたし、ムネオハウスが押収されちゃう。ムネオハウスが差し押さえられるぞ。ムネオハウスって日本の資産じゃなくね、ロシアの資産じゃね。ロシア国内で活動している日本企業さん、
資産の差し押さえ前に逃げて、これで終戦しても外国企業は戻ってこないと。まあロシアはそういうことやる国だってなったら怖くて、あの工場とかただらんねえよね。なんかあったらすぐ押収されちゃうっていうんだろうね。戦後のこと何も考えてなくて草、ど田舎の自治会並みに頭がやばい、この方はあの頭がやばい自治会の経験とかあるんでしょうか。文明国として行動し国際法を尊重するように呼びかけた。人殺しに万引きは許さんって言われてる気分、こいつらに国際法とかなんとか言われたくないわーという意見がありました。まあ当然ね、あの日本政府や日本人民間企業やあの個人の資産も没収されちゃうんでしょうね。とっくに日本はネオナチって言っとるし、日本政府も4兆円ばかし、3.8 兆円ぐらいだったかな。ロシア資産を凍結してるが、没収して使っちゃうまではやってないっすよ。凍らしてるだけでね。凍結解除で戻る可能性すらあるんですよ。おとなしくね、あの、ロシアが侵略やめて、私が悪いございましたって言ったら、凍結解除で、返すっていう可能性すらある。まあ、ロシアは取り上げる、使っちゃう。ウクライナ支援のため使うって書いてあったから、まあ、戦費にするんでしょうね。何のことはない、あの、侵略費用にする、凶悪だな。凍結だけでも戦争行為なんですけど、没収はより強力な、あからさまな戦争行為ですね。ロシアに進出してた企業は、お気の毒様ですけど、サハリン2であるとかね。自己責任だし、政府に助け求めんねん。政府に命令されて、いやいや、あの、進出してたんなら別ですけど、儲けようって気で投資してたんだろうからね。次の資産没収は中国でしょうね。2000年代に日経新聞とテレビに騙されて、中国にあの、工場とか作っちゃった企業は、同情と。自己責任なんだから、政府に助け求めんね。日経新聞に騙されたおめえらが悪いんだ、いうことでありますね。というわけで5月4日 NHK スクランブルデモ in 渋谷よろしくお願いいたします。あとメール投印の方もよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。